美術館通りは山梨県海市流央立体から甲府市合い歩道橋交差点へ至る約 5km にわたる国道52号の愛称である美術館通り終点付近元々は上等通りと合わせて国道20号に指定されていたが1971年に甲府バイパスが開通すると国道52号に路線名変更され現在に至る由来は道通り沿いにある 山梨県立美術館で1978年に東美術館が開館した後に上記の当該区間に愛称が付けられた。かつては荒川橋から東通り終点まで山梨交通電車線との併用軌道であったが、電車線が1962年に全廃されると施設は撤去され、その後の区画整備や拡張工事などにより面影はほとんどない。甲府市中心部から 海北、海西方面を結ぶための重要な通りであるが、これまでほぼ全区間で片側一車線であり、特に上石田、福川の両地域は幅6.5メートルと、歩車分離もされておらず、かつ S 字カーブがあることからアルプス通り全通後は、ラッシュ時間帯において渋滞を招いている。そのため1990年代より、 線形改良及び片側に車線化の拡幅工事が開始され、2004年に荒川橋東詰めから、琴吹町までの 0.5km の区間が拡張、4車線化された。続いて、久川交差点から荒川橋東詰めまでの区間でも、荒川橋掛け替え及び4車線の振動設置工事を実施し、2014年5月に荒川橋東詰めから、アルプス通り交点である、 九川交番南交差点間 0.75km の共用を開始した。残る九川交番南交差点から九川交差点までの区間についても、用地買収の遅れから2017年、共用開始から遅れているが、2020年開通を目標に拡幅及び交差点新設などの事業を進めている。なお、荒川橋東沈めから、 久川交番南交差点の区間は2017年時点で美術館通りに指定されておらず、指定は旧道の方である。美術館通り経路を記入した空中写真。経路の中間地点に造成工事以前の山梨県立美術館敷地がある。この画像が撮影された1975年時点ではアルプス通りも中央自動車道もない。 国土交通省国土画像情報をもとに作成、平成22年度、国道52号、上石田改良国土交通省関東、地方整備局 AB、上石田改良再評価結果国土交通省関東、地方整備局。ありがとうございます。